どうもこんにちは、ギダチです。今回の動画ではネガフィルムとポジフィルムという2つの種類のフィルムについてお話ししていきたいと思います。写真用のカラーフィルムには2つの種類のフィルムがあります。まずネガフィルム、そしてポジフィルムというフィルムです。このネガというのはネガティブの略で、ポジというのはポジティブの略です。そのままですね。このネガフィルムというのはレンズから光を取り込んでフィルムに光を当てて、絵を作っていくわけなんですけど、この作られた絵はですね、色とか明暗といったものが反転して映されます。こんな感じですね。まあ、これは現像済みの、フィルムなんですけど、現像することによって、こういう感じで、まあ、見ることはできます。でもまあ反転しているので、この状態で見てもどんな絵なのかはわからないままです。でこれを、まあ、現在ではフィルムスキャナーというものに取り込んで、でそこで反転、もう一回反転させて正常な絵にしてプリントやデータにしたりするんですね。で反対にポジフィルムはフィルムに光が当たって絵が作られた状態が完成形になります。色や明暗が正常な状態で映されます。こんな感じですね。このポジフィルムはスライドプロジェクターというもので投影したり、ライトボックスと呼ばれるもので見て楽しむものだったようです。で現在ではフィルムスキャナーというものがあるので、読み込んでプリントしたり、データ化したりすることができます。ではこのネガフィルムとポジフィルム、写真においてどんな違いが出るのかっていうのが気になると思うんですけど、これからその写真を見ていただきたいと思います。まずネガフィルムとポジフィルムを交互に配置して流していきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ネガフィルムとポジフィルム、違いが分かっていただけたでしょうか。ポジフィルムの方は解像力が高くて鮮明な絵が出ていると思います。そして彩度が、濃度が濃いものもあって、これはネガフィルムでは出ない色合いだと思います。現在このポジフィルムは富士フイルムとコダックというフィルムメーカーから発売されています。これ料金的にはですね、ネガフィルムの方は1本500円とかで購入できるのに対して、ポジフィルムは1本で1000円を超えるものがほとんどです。で現像に関してなんですが、このポジフィルムを現像してくれるお店としてくれないお店があるので、その辺は問い合わせて聞いてみた方がいいかもしれません。カメラの北村さんでは日数はかかるんですけど受付はされていました。ということで今回このネガフィルムとポジフィルムについてお話ししてきました。もし興味があったらポジフィルムの方もぜひ試してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。